それではここからですね、第3章の行列式の話に入りたいと思います。まず今日はですね、3.1 節ですので、教科書だと59ページからですね、行列式のどういったものかということを大雑把に説明するところを行います。まず行列式なんですけれども、名前は行列式といいまして、英語ではデターミナントといいます。で、記号なんですけど、とりあえず行列式というのは正方行列のみに対して定義されるもので、A がこういう N 次正方行列の時に、例えばデターミナントの頭文字を取ってデトの A と書いたりとか、あるいは A の絶対値のような記号で書く場合もありますし、それからこの A のですね、こう行列を全部成分を書き出して、この丸括弧の代わりにこう縦棒で書くった形で書くような場合もあります。こういったいくつかの書き方があります。で、行列の値はスカラーを取るもので、で、それが何を表すかというと、その N 個の数ベクトルが決める図形の一般的な体積を表すということで、この辺についてはまた後々詳しく説明をしたいと思います。で、使い道としては、その教科書には逆行列を持つかどうかを決めることができるとか、方程式の解を求めることもできるとかありますけれども、実は数学のいろんな分野でもっともっとたくさんの使い道があります。例えば、僕もそんなによく知っているわけではないので、僕の専門の計算機代数という分野でですね、いくつか挙げますと、まず皆さん高校で二次方程式の判別式というのをやったことがあると思うんですけれども、この判別式というのはこの行列式によって定義をされるものです。その一変数方程式の重項の存在を知ることができます。それからこれをもう少し一般化したもので、複数個の一変数の多項式が共通因子を持つ、もしくは共通解を持つかどうかを確かめることもできます。これは集結式で呼ばれるものです。で、さらにこれを一般化しますと連立代数方程式を解くことができます。これはもっともっと大きなですね、線形でない変数もたくさんあるような方程式も解くことができます。で、ここで関隆一の名前を出しましたけれども、実はこの教科書60ページの脚注にですね、その行列式をですね、関隆一が発表していて、5時までの行列式の計算法が載っているというふうに書いておりますが、いろんな資料をもう少し詳しく読むとですね、正確なところは関隆一は連立代数方程式を実際に解いたんですね。で、その時に使った手法というのが今でいう行列式を使ったというふうに見なされております。で、彼は4時までの行列式は正確に計算できました。残念ながら5時の行列式を導くところで誤りがあったことが後々の後輩の数学者によって指摘されております。しかしながらこの時代にですね、連立方程式を解くというのは大変なことで、今の我々でも とてもかなわない問題です。関が解いた連立方程式の問題というのは、最終的に一変数の方程式にまとまったときに、それが1700何十何次式になるかって書いてるんですよね、関がね。で、それは我々が、例えば僕の専門分野の数式処理システムなんかを使って、それでやっと我々、僕のような素人でも計算できるようになったという感じのことを、関はもう江戸時代にやっていたということで、大変すごい方です。というのをちょっと紹介しておきます。ちなみに皆さんの中で群馬県出身の人っているかもしれませんけれども、群馬県には上毛かるたという有名な郷土かるたがありまして、そこにですね、和さんの大家関公和という札があります。で、そういうことで是非群馬県の出身の皆さんはですね、この関のことを誇っていいんじゃないかと思います。はい、ということで、まず 3.1.2 節で二次の正方行列の行列式の話をちょっとしておきたいと思います。まず教科書60ページの定義 3.1 っていうのを見ますと、一応一次の正方行列の行列式っていうのは、この行列の成分そのものを表します。で、二次の行列式の正方行列の行列式は例えばこういう成分がありますと、こういう形をしているんですけれども、まず A11 と A22 ですね、この斜めの成分をかけたものから逆の方向の斜めの成分 A12×A21 を引くという形で定義をされます。で、それがどういうところに使われているかっていうのをいくつか示しますと、例えば二次正方行列の行列式を逆行列を表すことができるんですね。
これはもしかすると受験などでやった勉強した人もいるかもしれませんが、行列しかもしゼロでなければ A の逆行列はこのような形で表すことができるということが知られております。それからともう少し複雑なもので、連立一次方程式の解も表すことができまして、AX イコール B ですね、 A がこういう行列で X が XY という変数で B がこのベクトルの時には、この X と Y というのをこの ABC、AC、BD、それから EF を使った5行列式で表すこともできます。これはまた詳しくは後の方で学びます。で、今日最後に話すのはこの2次の行列式の意味なんですけれども、今出しましたこの A1、A2、A1、A2、A2、A22 っていう行列式なんですが、これは実は平面ベクトルですね。この列で見た平面ベクトル A とそれから B が貼る平行四辺形の符号付きの面積を表すものと言われております。でまずその幾何学的な面積をどうやって出すかをちょっと説明しましょう。今ですね、このような ベクトル A とそれからベクトル B がこういう形をしていて、で、このような平行四辺形がありますというときに、この平行四辺形の面積をどうやって求めるかをちょっと確認します。でこの平行四辺形の面積っていうのは、このベクトル A の長さとベクトル B の長さに、この2つのベクトルの角度のサインシータをかけたものになるわけですね。これちょっと後で確認していただきたいんですけども、でこれをこういう形で与えられるんですが、これをいろいろまず展開しますね。まずこれ全体を2乗しますと、これ A の長さを2乗かける B の長さを2乗かけるサイン2乗シータなんですけれども、このサイン2乗シータをこれ1マイナスコサイン2乗シータで置き換えて展開するとこういう形になります。そうするとこれ書き換えますと、実は後ろの方っていうのはこのこれ A の長さを2乗かける B の長さを2乗かけるコサイン2乗していたっていうのはこれ A と B の内積の2乗になりますから、でこちらは A の長さの2乗かける B の長さの2乗ですね。でそれはですね、このベクトルの各成分を使ってこう展開をしていきます。 A の長さの2乗はこういう形、それから B の長さの2乗はこういう形、それから内積はこういう形ですよね、こういう形の2乗の差と。でこれをうまく展開して計算すると、実は A11、A22-A12、A21 の2乗という形でまとめることができて、でこれ平方根を取ればこの面積は A11、A22-A12、A21 の絶対値と表すことができるので、面積はこういう形で求まるわけですね。で次にその符号付き面積っていうのをちょっと考えるんですけれども、2つのベクトルからなす平行四辺形の符号付き面積ですね。で大きさ自体は先ほどの面積と同じで、符号をどう決めるかっていうと、このベクトル A とベクトル B のなす角度によって決めるんですね。で今のようにそのベクトル A に対してベクトル B が反時計回りのところにありますよって時には値をプラスにしましょうと。で逆に、ベクトル B がですね、ベクトル A の時計回りの位置ですね、だからここでと A よりも下の方に来ている場合にはこれ符号をマイナスにしましょうというふうに決めるわけです。これ単なるルールですね。でそうすると、実はこの符号付き面積っていうのがこの先ほど作った行列の行列式に等しくなりますよっていうことが言えるという話です。でなお、このですね、その符号付き面積がですね、どうしてこのように定義可能かということについては、また回を改めて説明したいと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい、ということで、今回の第7回の授業のまとめです。今回は行列の回数、ランクの説明をしました。でまずそのために列基本変形というのを定義しまして、で行列の回数標準形というのを定義しました。であとは回数標準形の一位性ですとか、それから行列のランクに関するいろいろな性質をご紹介しました。であと連立一次方程式の解の存在とか一位性がですね、このランクの言葉を使って説明できるということを紹介しました。であと残りの時間ではその行列式がですね、どういうものかということをちょっと導入部分を紹介をしました。で次回ですけれども、その行列式の定義に必要な置換と呼ばれる、写像ですね、これについて説明をしていきたいと思います。それでは今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。